皆さんこんにちは、本日はスイングの体の動きをボールを使って覚えていく練習をしていきます。このぐらいのボールを用意してください。手のひらをこのように両サイドから挟んでこのボールを持ってください。バックスイングを、通常このようにアドレスをしていただきバックスイングをしていきます。バックスイングでは左の甲が前に来るように、バックスイングでは左の甲が前に来るようにし、そのままボールを右手で受けるような形でトップまで持っていきます。いきます。そこまでまずは行っていきます。ここで右サイドの我慢、しっかりと作ってください。ダウンスイングではボールが正面を向くようにし、フォローでは先ほどの動きの逆です。この動きを何度も繰り返し行います。バックスイングでは左腕、ダウンスイングでは右腕、このような形になってきます。これができましたら、次は肘と肘の間に挟んで手のひらを平行に合わせてこのように構えてください。このように合わせたら先ほどと同じ動きです。このような形です。このような形です。この動きを鏡を見ながら中心軸を変えないようにシャドースイングの繰り返し練習していきます。ここの肘に挟んでいる状態で手のひらの感覚を変えないことで両手の一体感を作ることができます。また肘の間を変えないことでバックスイングのスイングの軌道を安定させることができますので、肘に挟んだ際はこの圧をあまり変えないように、意識をして練習をするようにしてください。実際にここに挟んで打つ練習も効果がありますので、ぜひ一度試してみてください。このボール一つ持っているといろいろな使い方ができます。また膝に挟んでこのように下半身で潰していくような動きを作ったりすることもできますので、一つこういうボールを用意して自分の家で自宅で練習をしてみてください。ボールを使ってスイングの練習をすることで正しい体の動きを身につけることができますので、ぜひ試してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。